あ、挨拶ですか。こんばんは。こんばんは。特に話すことはありません。会長、新聞の挨拶良かったですね。新聞の挨拶、うん、小学校の PTA 新聞の挨拶。あ、PTA 新聞ですか。良かったですよ、挨拶、はい、俺の話を聞くなと思ったら。半分ね。はい、うん、
古い歌を井上陽水さんに誰かな、今野東四郎さんが書いた帰れない光っていうやつをちょっとやります。久しぶりです。
先月、違うか、今月の初めに5年やった多良木音楽祭の初めて監査が、町の監査が入りまして、その時に石浦のことでこの Wi-Fi を使えるようにしてくれということと、もう一つシートを音楽祭でも使うので困るということと、毎月アマチュアライブでやってるのでそこに事務所を置かないでくれということをお願いしてきたので、多分シートに事務所は置かないようになります。はい、多分駅舎か、僕は駅舎か、あそこの何ですかね、町中にある白浜旅館、あそこに観光協会を置けばいいじゃないかということを提案して、ここはもう絶対毎月使ってる人がいるのに、そういうことするのはおかしいということで、多分それは通ったので、シートはまた使えるようになります。かぐや姫っていう僕の大好きな解散する前に伊勢正道さんの置き手紙っていうのを言っておりました。
とみちゃんです。オージーサウンズ4人体制に入って、あと土井君とベースに1人入って今4人で、ベースはあの土井君の同僚の参考の運転手です。素人ですだから今からサンセンやります。Oh,
ぱり間違えてるのが。こんばんは。集まってきましたが、皆さんどうお過ごしでしょうか。暑いの。暑いですね。はい。ちょっと今回は使ってない機材をたまに使おうかなと。そう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 、ループマシンですね。実は。これはエコーマシーンですね。これ、はい、ディレイとか、途中でちょっとネタバラしてもらう、こういうのですね、いろいろね、なんですけど、左のこのでっかいのはループ専門ですね。チューナーをずっと置きっぱにするように買ったんで、ちょっと特殊なチューナーですけど、全部の弦一定ならしてもチューニングできるというか、これね、どこのですか。結構最新のやつですね。最新弦で、これバッファーもついてるんで、これはエアの。やったらこれ青で、で赤がついてる方が、例えば赤下、僕から見て下ついたらこれ低いってことですよね。はい、今こういうところが低い中だよね。2弦の部分になったら、はい、今合ってますね。で、これもう一回押したらゲートが消えるんで、はい、いけるってことですね。カッコつけててもいいですか。カッコつけてたらね、なんかねダメですね。加工の設定があるんですよ。設定に先頭は簡単だ。裏変えたりとか。あ、そうか。まだ初話ばっかりですけど、永遠のお姉さんの原田智也さんが35周年というアルバムとして結構昔の曲をそのままいいですよね。まあね、はい、で聴いてて、まあ僕はそんなに意識してなかったというか、なかなかなくて、これはキセルっていう兄弟がいまして、バンドというか、あれですね、調べても出てくると思います。結構ぼやっとして、一応そのプロはプロで、メジャーのところに全く出てこない2人が作った曲なんですけどね。ジョン・チーとか結構やってそうな感じで、じゃあやってみます。
しなしの歌ということです。これなんか歌詞がですね結構不思議でめちゃめちゃ覚えにくいっていう歌詞で、もともと覚える気はないんですが、じゃあ、本当はインドちゃんに来てほしかったですが、なんか返事が来ないで今回は、一曲飛ばしてですね、うちの嫁さんに一曲ちょっと歌ってもらうと、はい、歌詞で、レディーに1回とか2回としか歌いませんが、そうそう、あのね、口なしの丘は、まあ、原田知世さんに提供された曲で、キセルもセルフカバーしてるんですけど、あの雰囲気としては、あの有山さんの奥さんに歌ってもらえたかなと思ったんですよね。雰囲気としてですね、あれね。立って、立つ？どうする？あるよ。うん、そうそうそう。うん、まあ、あのそのうち挑戦してください。あの原曲聴いたらすごい合うんで、誰こんな中で誰かなと思ったら、もういいね。歌聞いたもん。はい、じゃあ次の曲は、次の曲はユーミンの曲で、まあ2曲したかったんですが、瞳を閉じてっていう、多分皆さん知ってると思いますが、長崎県の高校ですねの愛称歌ということで、いろいろいきさつのある曲ですが、ずっとコマーシャルが流れてましたよね、深夜ね。大阪ではこっちで流れたのか、まあ聞いたら分かると思いますわ。はい、じゃあちょっとやってみたいと思います。
さんとかの昔の古い映像が YouTube でユーミンが引っかかりしてたりとか、一昨年ぐらいにもう一回長崎に来て、その高校で一回廃校に行ったのかな、小さい島の高校でね。でこれラジオの企画で一回誰かが曲を作ったけどテープがなくなって、だからもう一回ユーミンが全然違う曲を作り直したっていう、なんか変わった曲がついた曲でですね、でもう一曲が、これも古い曲ですが、ノーサイド、これはインドじゃなくて歌ってもらったんですけど、これもまた、何年か前の、浩平触るなよ、置いてください、こっち来て浩平、自分の席座ってください、触らない、ジオンも座る、ジオン座ってください、はい、止めてへんやろな。ユーストリーム、ちょっとWi-Fi つけてくれたんで、ユーストリーム流してるんで、スローにちょっと流れてる、ユーストリーム。見といて。ノーサイドですけど、あそこですね。あそこ。早慶戦。何でしたっけ、東京の。ラグビーの国立花園、大阪でしょ、東京の早慶戦なんで東京なんですよね、あそこで早慶、最後の早慶戦をした時に、国立競技場でしょ、そう、で、その最後の早慶戦っていう時に2年、2、3年、4年ぐらいなのかな、ユーミンが歌いに行った映像が載ってたんですよね。で、これはラグビーの曲で、ラグビーやってた人は分かるんですけど、ノーサイドってラグビー用語で、A サイドも B サイドもない波よっていう意味で、もうそれは試合が終わりましたっていうんですよね。で、試合が終わりましたっていうのと、まあ、季節が終わりましたと、そのシーズンが終わりましたという曲で、それを思い浮かべながらちょっと聴いてみてください。できるか、忘れた。
をしてたんですが、しばらくしてなかったんで、ボロボロでした。More
奴らとは Thank you.
ね。ね、新年。ね。酒。Thank you.
Thank you.
下手なんで、稼いしてもらってますので、で基本自分の作った歌ばかりなんで聴いてください。星っていう歌で、ここに来ようと思って作った、この間作った歌を歌いますので、よろしくお願いします。頑張ります。イエーイ。弾けるだけ弾けますけど、多分弾けなくなると思いますので、いきます。Nothing.
Thank you.
こんばんは。大学生の森大作です。今日福岡から帰ってきました。夜勤で、6時までバイトやってて、そこからバスに乗って、でも本当アマチュアの楽しみで全然眠くなかったです。本当に今日皆さんに お知らせしたいことがあって。何カウするか。あ、まさかそんなことない。結婚する。でもずっと僕高校3年生の頃からアマチュアナイトでできた友達たちとイベントやってるんですけど、それの第5弾を今年の夏また開催します。日付は8月15日人吉花火大会の日なんですけど、お昼に開催します。今回イベント初のお昼11時からです。どこで？石倉 A 棟です。隣です。なんか本来別の日だったんですけど、もうやっぱみんな仕事とか始めて、やっぱり日付とかはその日しか合わなくて、なんかやっぱこれが大人になるってことなのかなと。でもまあ僕はまあ全然もうフォーエバーヤングなんですけど、じゃあ僕は今日はこの曲に全身全霊を込めますので聴いてください。斉藤和義の進め怠け者って曲です。ちょっとだけ何かが聞きたくなる。
よろしくお願いします。私も8月5日に朝霧ポンポカンビアガーデンで先輩のサークスラブバンドの皆様の間でちょっとやらせていただきます。その時はあのこれフォークソングとかそういう懐かしい歌でいきたいなと思ってますので思いましたので、そんな感じでやってます。1曲だけちょっと自分の中でもあのこれちょっと難しかったんですけど、チェッカーズのルームという歌でやってみます。チェッカーズいろいろ出てくるなI'm gonna hold you.
大丈夫、大丈夫ね、多分大丈夫、もう3曲あの、怒鳴り込んでくるまでやるって言ってじゃあ、1曲だけお願いします。あの、私が素晴らしい伊達さんが待ってらっしゃいますので、続けてビアガーデンで予定している曲ですか。じゃあ、アンコール曲としてますので、やらないかもしれない。それはもうみんなのあれですね。じゃあ、もう桜にアンコールというところなので、まあまあ、だからここで一応やっとけば私的には満足しますので、あの素晴らしい愛をもう一度で
教えてもらうってことで安心し して全く歌いたいと思います。あの最近ちょっとまた歌いたいなと思ってバーチャルクライムとか、この歌をですね、なんか変に受けちゃってですね、実は、できたきっかけっていうのがですね、ちょうどばあちゃんが一人暮らししてて、なんか這うんですね。どんどん落ちていくね。そのばあちゃんが一人暮らししててですね、私がそのばあちゃんの生活、その身の回りの世話してたんですよね、トイレとか、生活。で、まあ、その時まだ独身で、で、ばあちゃんがそれを姿を見て、その一生懸命、ね、ばあちゃんが自分の、あの世話してくれる姿を見て、私は暮らしだって泣いてたんですね。それが本当はできたんです。実は、あの少子高齢化を歌った歌なんです。嘘です。よし、もう説明、よし、説明バッチですか。まあちゃんくらいです。Thank you.
比べる。Thank you.